野崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあドラフト通信簿、はい、今日はオリックス。あの中島監督は1位をね単独指名、木の木、ね、取れたんで、はい、オリックスなんて言ってましたっけ。オリックスはですね、ああ1位ムクノキって言ってました。あ、言ってました。ムクノキ投手、はい、うん、まあ当然ですね。そうですね。2位は、2位もその、まあ、野手とかでなんか野口くんって言ってましたね。2位野口、うん、しかも名前ともやですね。そうそう、字が違うけどね、はい、うん、ほら当たってる。当たってますね、うん、いやでもですよ、うん、佐藤さんね、4位までに投手3人内野手1人って言ってました。でその内野手が多分野口くんって言ってたんですけど、うん、投手3人は取ってないですね、上位4人のうちに。これってどういうメッセージ性を受け取るかだから、俺はそうした方がいいよって言ってるんだけど、はい、でもこれでもメッセージを受け取るってことですもんね。そうそう、だから多分ムクノキ取れたから、はい、もういいやってなったかも分かんない。そうですね、がっちりいいの取れたから、1位で取れたからね、うん、やっぱりこのね、まあ、本人は先発希望らしいんだけども、うん、まあ、リリーフがね俺はいいと思うから、やっぱり今の、はい、オリックスはリリーフがねカチッとはまってないから、うん、そういった意味ではこのムクノキを1位でしかも単独で取れたのは、うん、非常に良かった、はい。これでだってオリックスの投手陣かなりなんかレベルアップするんじゃないですか。そう、うん、だってもう前はね山本宮城で、うん、あの田島、はい、であの山崎総一郎も、うん、こういうね怪我も、ね、うん、終わってそこからいい形で成長してきてるし、はい、山崎幸も安定してきてるし、うん、っていうね、だからもうあと 1,2 枚ね、うん、欲しいなっていうところは多分外国人多分取ってくると思うんだよね、来年に向けては、はい。でまあこの向こうの時からね、もし先発でうまくいけたら先発でもいいしね、うん、だそういったところではまあいいね、はい。で2位もやっぱ内野がね、うん、やっぱちょっともうちょっと層を厚めにしてほしいっていうところで、はい、野口選手ね、うん、非常に大型、うん、ナルト寿司を方向ショートの、うん、まあ合併してね、はい、まあ俺の後輩じゃないんだけど合併したから同じ学校みたいな感じ。俺はもう工業だから、はいはい、でも出身は奈良なんですね。そう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 、うん、だから徳島の子ではないんだよ、はい。で寛大、うん、はい、で3位がね福永翔、キャッチャー、ちょキャッチャー取るね、取るんだね、うん、若月伏見がいて、はい、まあ、そこ2プラトンで行ってるから、うん、でもここにねメッセージ隠されてる、はい、多分ね、うん、頓宮コンバット、あ、そうですか、うん、打つからね、はい、じゃないのかなっていう。あ、そんなにだっていらないからね、だからその頓宮が多分、うん、ひょっとしたらコンバートして福永を取るため、はい、と取ってね、うん、でなる可能性は俺十分あるんじゃないのかなと、はい、大卒で取ってきましたね、うん、キャッチャーを。しかも肩がめっちゃいいらしいよ。へえ、うちの先生が言うには。ああ、そうなんですか、うん、うん、ナンバーワンです、肩の強さナンバーワン、へえ、本当にナンバーワンです。へえ、4位が渡辺春人、はい、慶応から、はい、盗塁成功率 100% スピードスター、守備範囲の広さと球際の強さが光る、全日本大学選手権では首位打者に輝いた、へえ、あ、長野芽郁ちゃん好きだし。あ、そうなんですか、うん、あのドラマのね、はい、可愛いですよね、うん、めちゃくちゃ可愛い、うん、戸田恵梨香食ってたっていうね。あ、え、いや、戸田恵梨香さん素敵でしたよ、あの箱詰めね、うん、うん、でも戸田恵梨香さんの方がもっと目立つのかなと思ったけど、そこがこう、もうダブル主演並みに、はい、こう来てた。でもあれダブル主演ですよ。そうそう、もうちょっと壊れちゃうかなと思ったけど、はい、壊れてなかったね、はい、俺ドラマ評論家だから、ね、箱詰めめっちゃ面白かったです、うん、面白かった、あれすごい笑えるところもあって、そう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 、ね、YouTube とかなんかめっちゃ再生されてんだよね。そうなんですか。そうそう、あの公式の YouTube で、はい、なんかこう見せるやつとかのやつを、はい、なんかちょっとずつ切り取ってるやつがあって、もうすっごい面白いシーンやりましたもん。んどれ。なんか手帳落としちゃって所長に取らせに行くめっちゃ面白かったで、ね、笛吹くとかビーこうやってパーって出たら飛ぶやつでしょ話しとんねんっていう、オリックスファンに怒られるよ。すみません、はい、で、ね、だから、うん、まあ外野はもう、はい、杉本吉田が確定してるから、うん、でセンター今年福田もいいし、はい、福田はもともとセカンドだから、うん、その福田をセカンドに戻すっていう手もあるし、この子がうまくいけばね、はい、うん、で足もね、はい、今年盗塁数本当に一気に増えてきたから、うん、もっと盗塁数を増やしていきたいっていうね。佐野がね、俺推しだった、足が速くて、はい、でもバッティングがね、うん、表現悪いよ、しょぼいんだよね。わかりやすく言ったってことですね、はい、表現がねちょっとね、はい、ちょっと、はい、不適切な表現がありました、はい、すいません直接的なんでなんかこうバッティングもうちょっとこう、まあ、頑張れればとか、うん、そういう風に言えばいいんですよ。伝わらんやん。でもこう直接的なのとあるじゃないですか、こう。俺語彙力ないからさ、うん、でもあれじゃないですか、もうその佐野選手のファンの人はしょぼいなんて言われちゃったら
もうプンプンってなりますよ。里崎プンプンみたいな感じになります。高川さん、それプンプンちゃんと真剣にやってる。高川さんファン。やろうと思ったけど、ちょっともう恥ずかしいんで無理でした。今、高川さんファンがいるんですよ。だからそれちょっといない、もう、ごめんなさい、私もう30なんですよ。大丈夫。見たいって言われるから。いや、今見たい、見たい、見たい、見たい。もう、里崎、プンプン。やめて、もう本当にこれカット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 。本当に、私もう痛くて、もうこっち泣かれるわ、本当に。これあれやな、切り取ってショート動画いけるな。やめて。ダブルダブルダブルでダブルダブルダブル。高間さん、俺はそういうとこ嫌いじゃないよ。だからそういったところでね、はい、まあ、うまくはまれば面白いよね、はい、でまあ流動性もあるんでね、うん、その胸とか福田とかね、うん、そのポジションの、はい、だからそこら辺はね、いろんなポジション守れるからこその、はい、逆に強みをね見せる可能性あるから、うん、そういったところは足でっていうところはね期待したいですね、はい。で5位も外野手、うんうん、でまあ19歳、これはまあ北とかとね同じように、まあ、大阪桐蔭ね、まあ、育っていってくれればね将来的にいいですよね、まあ、地元だしね、はい、うん、オリックスからしたら。で6位、セガサミーから横山楓投手、うん、あれ JR 東日本と都市対抗予選戦ってる途中にドラフトされたんちゃう、あってことですね、うん、ドキドキやな、まあ、どんな気持ちで試合してんでしょうね。投げてたのかな、ちょっと見てみよう、はい、今日の新聞載ってるからね、投げてへんわ。あ、じゃあもう普通に見てたかもしれないですね。普通に見てたかもしれない。あの山田は 1,2,3 番手投げてるからね、うん、まあ、そういったところで、はい、7位が小北敦也選手、はい、TDK から、はい、投手ね、社会人、うん、でオリックスは育成指名山中孝之選手 BC 栃木で園部圭太選手福島レッドホープス、うん、で3位が大里康生選手東北福祉大学から、はい、っていうところでね、うん、まあもうこの向こうの日の口を取れたっていうところでもうね、うん、大成功なんじゃないの、はい、まあ、ほとんど即戦力ですね。高校生1人じゃないですか。そうそうそう、あの一昨年高校生ばっかり取ってるからね、うん、あ、違う違う、去年、去年か、去年のドラフトでオリックスは、はい、山下俊平太で源、うん、で北、うん、で中川立教、うん、で中川高校生で阿部が日本生命っていうところで、うん、去年高校生ばっかり取ってるから、うんうん、だからそれバランスがいいよね。そうです、まあ、ドラフトはこうね続けて見ていかなきゃいけないから、うん、そういった面ではここをねこういったところで正直だから去年とのこの違いが出てね、はい、よかったね。だから去年の失敗をっていうところがないんだよ、うん、同じ選手ばっかり取ってると、はい、ロッテの同じ内野ばっかり取ってると、え、失敗なのかと思っちゃう、うん、そういったところではこのバランスも良かったし、うん、このね、この去年との違いっていうのも良かったし、うん、今のチームに足りないところで、うん、さらに強くするためでっていうところで、まあ、向野が先発と抑えどっちもできる、うん、で内野手はもうちょっと層を厚くしたい、うん、あ、厚くしたい、はい、でキャッチャーはね、多分頓宮ひょっとしたらコンバートするんちゃうかっていうところで、うん、まあ、フグナーが取ってきて、はい、で外野手はあのもうちょっとね、この吉田とかがいなくなった時に、まあ、もうちょっとね戦力を上げていきたいというところで、うん、でスピード、ね、はい、この池田渡辺っていうねところで非常にねいい形のドラフトだったんじゃないのかな、うん、で下位でまあこのピッチャー2人余ってたんで、この横山小木田っていうところを取ってどっかにハマればね、はい、ラッキーっていうね、うん、ところの戦力だったんじゃないのかなと、はい、だからまあ俺の予想通りになってるから最高よ。あ、そうですね、うん、うん、私本当にこう埋めていってるような、うん、そうそう、いないところを的確に、ね、うん、バラ、しかもバランスよくね、うん、ピッチャー3人、キャッチャー1人、内野1人、外野2人だから、はい、まあ、バランスよく抑えたなっていうね、どっかに偏りなくね、はい、ということは今のチームにそんな偏りいらないなっていうね、うん、で去年のドラフトで言ったけど、去年高校生ばっかり取って1年前のね、はい、オリックスのドラフトの通信も見てもらったら分かるけども、はい、これで何言ったかっていうと、うん、あ、今の戦力でも十分勝てますってオリックスは言ってるんだと思うって。そうです、だから若い高校生ばかり取った、俺はもっとこうね吉田とか山本しかいないから、うん、もっと手こ入れしてこう取った方がいいんじゃないのかって思ってたけども、うん、高校生ばっかり取ったこのメッセージは、うん、今の戦力で勝てますけどって言ってるって言って1年経ったら優勝仕掛けてるよ、うん、本当ですね、ね、もうぴったんこですね、うんうん、だからこうね分かりやすいよね、うん、だからオリックスはもうこれ的確に去年高校生取ったから、うん、今年はもういないところをポン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 って抑えて、うん、さらに来年上昇軍団になっていこうっていうところで、うん、即戦力と、うん、あのこの若手と、はい、あとチーム内の、うん、あのコンバートも含めた編成で非常に良かったんじゃないのかなと思います、はい、ね、はい、まあ、この動画が出るときにオリックスが優勝してるのか、ロッテが逆転してるのか、どうなんでしょうかね、どうでしょうね、楽しみですね、はい、はい。